岩国市公式ファンクラブの一人目のアンバサダーに任命されたのは、地元出身の河本アレクサンダーさんです。河本さんはダンサーとして藤井風さんのミュージックビデオや渡辺直美さんのワールドツアーなどに参加しています。岩国市の公式ファンクラブは無料で入会が可能で、自分なりに発見した市の魅力を SNS などで発信してもらい、定住人口でも交流人口でもない関係人口を増やすことが狙いです。子供たち、はい、お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまで含めてダンスのレッスンをしたりとか、あとはいろいろ自分も東京の方でテレビ出演とか今決まってたりとか収録とかしてるんですけども、僕のスタイルでなんかこう岩国市をこうアピールできたらいいなって思っておりますので頑張りたいですね。あさってにはアンバサダー就任を記念した河本さんのダンス教室が市内で開かれます。